韓国よく来てますけど、でも一番の要因っていうのは、半導体、シェア8割以上日本でしか作れないって言われてるんですよ。フッ化水素っていう洗浄液、フッ化水素を他の国にちょっと横流ししてるんちゃうかっていう、まだまだちょっとね、負けたくないです。負けたくないです。こっからですね。僕らも YouTuber 期限探求スタート。何やそれ、何それお前。はいどうもはいどうもはいどうも。いやいやいや、突っ込むところボケちゃいましたね。すいません、ダブルボケみたいな感じ。そうですね、笑い飯かって話ですけどね。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ところで今日ちょっとね、言いたいことがあるんですけど、最近さ、こうスマホとかパソコンとかって結構高性能になってきてるじゃないですか。高性能っすよ。これ何のおかげだと思います？まあいろいろ理由はあると思うんですけど、まあ例えば豊富なアプリケーションであったりとか、そうね、こうスマホとかいっぱいあるんでね。そうですね。あとまあシンプルに性能が良くなったとか、機械的な性能も良くなったと思いますし、そうね、まあ複合的要因だと思いますけどね。でも一番の要因っていうのは半導体って言われる素子が進化してるからなんですよ。なるほど。半導体って知ってます？半導体は分かりますよ。導体の時もあれば絶縁体の時もあるみたいな、総称ですよね。合っとるよね。合ってるんかい。合っとるんかい。いやいやいや、それはすごい大事で、大事ですよ。で、導体、電気が流れる時と流れない時を電気でコントロールすると。なるほど。つまり今、この撮影するときにカメラを押したりとか、スマホ今多分いじってると思うけど、それ全部半導体です。なるほど。スイッチを押して何かアクションが起きる、つまり電流が流れるとか流れなかったりするっていうの全部半導体なんですよ。なるほど。だからこの進化で今のテクノロジーっていうのが成り立ってると。なるほど。でその技術が日本に来て最初に量産したとかと思います。日本に来て一番最初、いわゆる、ちょっと難しいですが、トランジスタと言われる半導体の一つを製品に実際に載せて量産した、一番最初。でもこれパナソニックとかですか？パナソニック、パナソニックって量産強いイメージあるんですよ。まあ結構堅実なお客様の期待に応えるみたいな、答えがちな企業ですからね。それはそうなんですけど、ソニーなんです。ソニーなんですね。ソニーやっぱ強いですね。リチウム電池とかもソニーですもんね。そうなんですね。イノベーティブな会社、パナソニックもイノベーティブなんですけど、ソニーもイノベーティブだと。なるほど。そこが最初に量産してまして、でそれを載せたのがラジオなんですよね、当時。ラジオなんですね。ラジオを量産したんです。なるほどね。そうっていう半導体、結構ね、日本でももう今、当時は日本がトップは走ったんですけど、半導体ですね。トップ走ったんですね。一時期トップ走った。めちゃくちゃ強かったですよね、当時。東芝とか、東芝とか、東芝めっちゃ強いって言いますもんね。売却されましたけどね。そうなんですよ。残念ですね、それは。で今はもうね、中国とか、韓国もそうですけど、ガンガン抜かれてると。ただまだトップを走ってる半導体産業はあるんですよ、日本。そうなんですね。でも全然わかんない。もうシェア8割以上日本でしか作れないって言われてるやつ、半導体関連で。でも全然わかんないです。フッ化水素っていう洗浄液、これあれですよね、韓国と輸出規制があって結構バチバチしてることなんです。どう考えるかそれぞれあると思うんで、そのフッ化水素、半導体の基板とかを洗浄するために使う材料なんですけど、純度どれぐらいだと思います？純度、全ての液体には不純物含まれてる。そうですね。99.9% でいきます。 99.9%。 トリプルナインでいきます。5-9いっちゃいました。だから 99.999% です。そこ大きい壁ですよね。3-9と5-9全然違いますもんね。全然違います。そうですよね。2桁違います。2桁違いますからね。で中国とか韓国は4-9。4-9なんですね。4-9までしか作れないんですよ。なるほど。日本でしか5-9作れない。なるほど。もうじゃあ銀河鉄道はでもさよならって感じですね。そう話にならないですね。話にならない。それがあって、今ちょっと輸出規制をねかけてると。いうことなんですけど、てか5桁と4桁でそんなちゃうんすね、やっぱり全然ちゃうんすね。不純物って今って半導体も数ナノとか数ナノじゃないですか、の電子回路がこう集積されてると、でこれぐらいのサイズですね、ここにまあ回路をこう入れるんですけど、その回路を作るときにちょっとでも不純物があったらもうすぐショートですよ。性能も全然出ない。なるほど。特にこういうスマホとかそれこそ軍事産業とかね、そうなってくるとだいぶ厳しくなってくると、でその産業がマニハン強いんですよね。なるほど。はい、いや勉強になりました。そうなんですよ。でまあ韓国輸出規制やってますけど、まあそれはなんか韓国に輸出したフッ化水素を、まあ他の国にちょっと横流ししてるんちゃうかっていうね。あ、なんかそういう噂もありますね。噂レベルですけど。まあそうですね。まあそういうのがあって、ちょっと今揉めてます。揉めてましたね。それぐらいまあ高純度でまあ質のいいものだと。なるほど。はい。日本の技術も捨てたもんじゃないという感じですね。そうですね、やっぱりね、技術力ありますよね。そうですね。まだまだちょっとね、負けたくないです。負けたくないですよ。こっからですよね。こっからですね。僕らも YouTuber としてね、頑張っていきましょう。はい。もちろん。本職ですからね、YouTube。本職ですよ、そんなもん。ね。本職ですよ、もう。ちょっと。いや、もうでも最近思うんですけど、なんかもう、副業とかいう概念がもう商売になったら、どっちが本職っていうなんか、もう、僕はちょっと古いなと最近思ってきたんですよ。うん、大丈夫ですよ、言って。いや、やめておきましょう。カットでお願いします。はい。ということで、まあ、これも。こんな感じでよろしくお願いします。それではありがとうございました。